皆様こんにちは、中川です。いつも中川隆一郎チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。今私は福岡市博多区博多駅前に来ております。今博多駅前は雨です。そしてめちゃくちゃ気温が下がっており寒いです。まあそういうことは置いといてですね、まあ、今回は、まあ、ある意味原点に立ち返って博多駅前から、まあ、キャナルシティで新たにこう駅ができる櫛田神社前駅を通りまして天神までお散歩しながら、再開発案件があれば、まあ、都度紹介をさせていただければと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。ということで、まあ、こちらが博多駅になりますね。で切って丸井があって JR 九州さんのオフィスビル、そして日生ビルがあって裏に住友生命のビルがあります。こちらはですね2025年までの建て替えが決定しております。でこの白い仮囲いがあります。こちらがもともと西日本市銀行の本店があった場所になります。完成予想図などはまだ発表されておりませんが2025年までの竣工が決まっております。建設は大成建設が受け負っております。非常に寒いですね。手がかじかみます。でプロジェクト名が仮称ウォークプロジェクト新築工事ということでウォークプロジェクトということですね。単純に西日本シティ銀行建て替えプロジェクトとかじゃないんですね。ちなみにこちらの案件は西日本シティ銀行単独ではなくて福岡地所との共同建て替え事業となっております。単純に銀行の本店ビルの建て替えだけじゃなくてですね、賃貸として貸し出すということで銀行法でですね金融事業以外のことはできないということで、まあ、金融庁からの縛りがありますので、まあ、それに伴って、まあ、福岡地所とですね、まあ、共同建て替え事業というところにしてるんだと思います。さあ、画面右に新たな再開発案件が見えてきましたね。今解体が進んでおります。あちらは確か伊予銀行福岡支店建て替えプロジェクトだったと記憶しております。何階建てかは忘れましたけどそこまで高い建物10階以上の物件にはならないはずです。こちらの案件に関しましては単純に伊予銀行福岡支店の建て替えです。なんで新たにテナントスペースを設けるようなことはしておりません。ちょっと行ってみましょうかね。ちなみにこちらの奇抜な建物が JR 九州さんの本社ビルになります。本社ビルといっても全てのスペースを自社で使っているわけではなくて、まあ、宝薬局さんが入ったりと、まあ、複数の
まあ、テナントを貸し出しているような形になっております。なかなか傘を差しながらの撮影って結構難しいですね。右手も左手もかじかんでおります。急に寒くなりましたよね。先週とかもう20度とかありましたもんね。それが急に寒くなって、でまた来週は相当これ以上に寒くなりそうですもんね。また雪の予報も出てます。やっぱり冬は苦手ですね。早く春が来ないかな。春が恋しい中川でございます。あ、まあそんなことは置いといてなんですけども、あ、建築予定看板がちゃんと設置されておりますね。読み上げます。ユニコ福岡支店建て替えプロジェクト、用途は事務所となっております。地上8階建てですね。で、着工予定が23年の4月上旬から24年の4月なんで、工期としては1年になります。ということは今1月の中旬でありますので、まあ、あとだいたい3ヶ月ちょっとぐらいで解体が終わってすぐ着工に取り掛かるというところになりますね。で、建築主が株式会社伊予銀行、こちらは愛媛県松山市のローカル銀行になります。で、設計が清水建設株式会社九州支店、おそらく解体も請け負っております。設計施工なんで、施工も清水建設が請け負っていると思われます。だいたいスーパーゼネコンさんも、まあ、どのゼネコン業界も同じなんですけども、基本設計施工で、まあ、受注するんですけども、まあ、一部例外があってですね、先ほどお伝えいたしました西日本シティ銀行の、まあ、建て替えプロジェクトで解体に関しては大林組が請け負ってて、建設に関しては大成建設が請け負ってたりするので、実際解体したゼネコンがそのまま新築も施工するっていうのは今の常識とは違うっぽいですね。なんで例外も存在します。解体を受け負ってたらそのまま施工に、まあ、施工も受け負うっていうのが通例ではありますね。まあ、いろいろあったんでしょうね、そこには。で、もう少し行くと、まあ、新たにですね、令和5年2023年3月27日に七熊線のですね、天神南駅から、博多間が延伸されます。まあ、延伸開通するわけなんですけども、それに伴って、まあ、キャナルシーと、まあ、串田神社の最寄り駅として、まあ、串田神社前駅という新駅が、設置されます。開業まであと約2ヶ月と、まあ、2週間ということで、もうほぼほぼ駅舎などは、完成しております。まあ、それを今から皆様にご覧いただければと思います。幸運ですね、信号は青です。進めということです。こちらも一応紹介をしておきます。
新しくなった博多区役所ですね。こちらは、鉄骨造9階建ての、プロジェクトとなっております。もうすでに完成してたんですけどもね。もともと公園があって、そこに博多区役所を建てて、今もともとあった既存の博多区役所に関しては、絶賛解体中でございます。ここの解体終了後何が建つのか、はたまたまた公園になるか等の発表は私の記憶ではなされていないと思います。今絶賛解体中ですね。特に何が建設される等の標識はありませんので、ここはこのくらいにしたいと思います。ちなみに博多区役所を請け負ったのも、体制建設だったと記憶しております。目の前の非常にデザイン性の高いビルは、こちらは JR 九州さんが建設したブロッサム博多というホテルになります。いわゆるシティホテルとなります。もともと従前地は雑居ビルで、何年だったかは忘れましたけども、 LINE 福岡って今博多駅前のビルに入ってるんですけども、そこがここの土地建物を買って、LINE 福岡株式会社の自社ビルとして、建設を、検討してたんですけども、結局建設費が高すぎるということで、建設の取りやめになって、その後に JR 九州さんが買われてホテルを建設したという流れになります。当時の LINE さんのプレスリリースの完成予想図があったんですけども、結構かっこよかったですもんね。あ、こんな感じになるんだっていうことで、いろいろオープンスペースなんかも設けられてて、やっぱり LINE すごいなっていう。やっぱり、IT に関しては、韓国は進んでるんで、韓国企業すごいなって思ってました。今はソフトバンクの子会社ですかね、 LINE は。ただソフトバンクを創業した孫さんは在日韓国人、朝鮮人ということで、どちらにしろ韓国人ということで、やっぱり韓国はすごいですね。こちらはホテルが2棟並んでおりますね。三井ガーデンホテル、三井不動産のホテルブランドですかね、三井ガーデンホテル。大変評判のいいビジネスホテルだと聞いております。聞いておりますというのは、私が泊まったことはないので、ただ満足度は高いみたいですね。ぜひ、他県に旅行に行った際は利用してみたいと思います。雨止んできましたね。ちょっと傘を閉じようにも
風が強すぎてなかなか思うようにいかないっていう。さあ真正面におしゃれなビルが見えてきました。まあおしゃれかどうかは、まあ、人それぞれ感じ方は違うかと思うんですけども、まあ、なかなか特徴的なデザインの、まあ、ビル、まあ、こちらはまあホテルなんですけどね。上に看板ロゴがありますね。西鉄クルームホテルということで、こちらは西鉄のビジネスホテルブランドのホテルですね。開業が2023年令和5年の4月12日の12日となっております。なので七隈線の開業から約2週間ちょっと経ったらこのホテルが開業しますね。こちらのホテルですね、安藤狭間というゼネコンが請け負ってましたね。でなかなか珍しいなと思ったのが、構造がだいたいホテルって鉄骨像が多いんですけども、鉄筋コンクリート像 RC 像で建設をしてました。 RC 像であればですね、まあ、耐震性であったりなおかつ防音性、結構期待できるいいホテルになるんじゃないかなと思っております。デザインはこんな感じですね。イメージですけど沖縄にこんなホテルがあった気がします。まあ、個人的な見解を申し上げますと、あまり好きなデザインではないです。正直安っぽいかなと思います。まあ、そんなことは置いといて、ちょっと通り過ぎちゃったんですけども、あちらが地下鉄、串田神社前駅の、まあ、駅舎というか、まあ、出入り口になりますね。出入り口が1、2、であちらですね、3箇所ですかね、もう1つあるんですかね、大体4箇所ですかね、設けられることになっております。3月27日の延伸開業に向けて今急ピッチで工事が進んでおります。この寒い中大変ご苦労様ですということですね。まあ、僕自身今久しぶりに歩いてるんですけども、結構楽しいですね。こうやって喋りながら歩くのもそこまで苦ではないんで、ただちょっと寒いのと手がかじかんでることに関してはだいぶ応えております。串田神社前駅の、オフィスビルですね。こちらも相当な延べ床面積があったと記憶しております。10年ぐらい前に開発された物件だったと思うんですけども、開発した企業東京建物さんですね。シンプルなんですけども、なかなかシンプルイズベストという感じでおしゃれですね。このデザインであと 100m ぐらい上に積んでほしいですね。そしたらめちゃくちゃ洗練されたような建物になるんじゃないかなと思います。僕先ほど出入り口3箇所か4箇所ってお伝えしてたんで全然違いますね。6箇所ぐらいありそうですね。
七隈線の開業が楽しみですね。結局2014年から、まあ、着工してる延伸工事なんですけども、まあ、皆様の記憶に新しいでしょう、博多駅前の陥没事故の影響でですね、工期が約3年ほど延びまして、まあ、本来であれば、まあ、2020年のまあ、開業予定してたわけなんですけども、残念ながら2023年になっちゃいましたね。営業区間としてはだいたい 1.4 キロなわけなんですけども、 1.4 キロを、まあ、開業させるのに9年かかっていいのかっていう話ですよね。もうちょっと突貫工事っていうわけにはいかないと思うんですけども、まあ、工期を早めてほしかったですね。まあ、あまり言いたくはありませんが、まあ、中国や、まあ、韓国であれば7割ぐらいでできたんじゃないですかね。まあまあそんなことを言っても、まあ、今更遅いですけどね。ということで今は、中洲ですね。僕動画の冒頭でキャナルシーを通ってってことで言ってたと思うんですけども、全然キャナルシーを通る経路ではありませんね。まあそこら辺はちょっとご了承いただければと思います。今スマートフォンを支えてる右手の親指がですね、ほぼ感覚がありません。寒すぎて。まあここは完全に風俗街ですね。まあ中洲に来られた際は、まあ、ぜひ行ってみたらいかがでしょうか。さあこの真正面の春吉橋を渡ったら中央区になります。以前画面左のビルのことでいろいろテナントの空室率等で、まあ、動画を上げてたと思うんですけども、まあ、あれから約半年ぐらい、経過した現在ですね、まあ、テナントの空室率としては上にテナント募集の看板が掲げられていると思うんですけども、それ以外の階はテナントついてますね。いや、よかったですね。このままテナントが入らなければ、まあ建てたですね施主さんとしては全然建設費だけかかってテナント賃料が入らないという、まあ多分銀行さんから借り入れして建ててるんで、それの返済ってなったらもう大赤字で首くくる勢いだったと思うんですけども、まあ良かったですね、現状としては。でまああちらがキャナルシーですね。キャナルシーに関してなんですけども、あ、僕の勘違いですね、福岡住所さんが撤退したとか撤退してないとか
そういった噂が、あれはリバーウォークですかね、まあ、福岡地産さんもですね、まあ、大型のショッピングモール、商業施設の運営から、なんか順次撤退しているようなイメージがありますね。ごめんなさい、僕のちょっと記憶違いかもしれないです。ただリバー北九州のリバーウォークに関しては、福岡地所が運営から撤退して、まあ、東京建物さんの、子会社の商業施設の運営を手掛ける会社さんに引き継がれたとニュースでやってましたね。よかったですね、ここテナントがちゃんとついて。傘が役に立ちません。というかもう雨は上がりましたね。良かったです。まあこの辺を、見渡して、分かるようにですね、結構ビジネスホテルが多いです。まあ、観光ホテルも多いですね。大和ロイネットホテルであったり、東横インであったりですね、あちらの、メットライフのビルの、手前にも、ホテルが建っております。でもこちらのホテルに関してはですね、大体築年数はここ5年以内に建てられたビルです。インバウンド需要の、まあ、需要取り込みで、建てられたビルが、大半ですね。まあ、来週ですかねには春節が始まるということで、大勢の中国人旅行客が、この福岡を訪れるんじゃないかなという予測があります。私はですね、まあ、年末年始にかけて新型コロナウイルス感染症についに感染しましたので、ある意味3ヶ月から6ヶ月までは抗体が効いている状況なので安心なのかなと思います。ただまあ中国で流行っているウイルスが実際普通のオミクロンなのかは分かりませんので、まあ、厳重な、まあ、警戒をしておいた方がいいのではないかなと、まあ、個人的には思います。実際あちらの国は分からないですからね、何が嘘で何が本当なのかっていうのが全く分からないんで、ちょっと怖いですね。まあ、こちらが、まあ、春吉という地区になりますね。まあ、小料理屋であったり居酒屋であったり、まあ、ラブホテルなんかが一番多い町ですね。中国の春吉ですね。没有，我觉得他这一年，我觉得没有，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 没有
さあ青になりました、進みましょう。こちらにもホテル東急ステイさんですね。実際福岡市の街のポテンシャルとしては、まあ、東京を除いたら、まあ、沖縄と同等ぐらいの、まあ、潜在的価値というものが、まあ、あるとは思うんですけども、実際そのポテンシャルを活かしきれるかって言ったらわからないですね。ということで建築予定看板を見つけましたのでご紹介いたします。春のビルプロジェクト、用途テナントビル、地上7階、着工予定時期2023年5月、建築主、株式会社春の興産、設計者、大和ハウス賃貸リフォーム株式会社、福岡一級建築事務所。ということで、こちらの狭い敷地に、7階建てのテナントビルが建つそうです。これ面白いですね。施主がいわゆる大和ハウス工業ではなくて、あ、施主じゃなくて、施工主ですね、すいません間違えました。施工主が大和ハウス工業ではなく大和ハウス賃貸リフォーム株式会社ということで、ん？これは解体をやってるってことですかね。でも設計がそこですもんね。多分大和ハウス賃貸リフォーム株式会社が建設を請け負うということですね。本体の大和ハウス工業ではないということですね。面白いですね。ということは、まあ多くのゼネコンで多いんですけども、例えばスーパーゼネコンであれば、まあ、30億未満の建築物に関しては請け負わずに、まあ、グループ会社に丸投げするっていうことも多いんですけども、そういったところでしょうか。大和さん、弊社もそういった、まあ、選別受注ということで何十、まあ、億未満は請け負わないという方針を、まあ、取ってるんですけども、同様のことだと思います。大和ハウスリフォーム賃貸株式会社、聞いたことないですね。さあもうすぐ天神に入ってまいります。ここの通り沿いに開発物件がありましたね。上に東急建設の社名入りの横断幕が見えますね。14階建ての、施主は、富士山系、富士山系ですね。富士山系グループの山系ビルが施主ですね。で、施工で、東急建設が入ってます。まあ、富士山系、山系ビルも東急建設も、まあ、東京の建設会社ということで、まあ、あえて、まあ、そういうことなんでしょうね。まあ、スーパーゼネコンに頼むほどの規模じゃないですもんね。
なんといっても間口が狭いですし、基準階のフロアの面積も結構狭かったと思います。さあ書いてありますね、仮称天神南オフィス計画建設工事、株式会社産経ビル、管理、東急建設九州支店、施工東急建設株式会社九州支店ということになっております。もうほとんど、上等していると言ってもおかしくないと思います。カーテンウォールを設置している段階じゃないですかね。あれ何でしょう、この行列は。相当な行列ができております。さあ天神に入ってまいりました。せっかくなんで最新の天神ビッグバンの再開発の状況についてもご紹介いたします。さあもう仮囲いが見えてまいりましたね。あちらはイムズの解体工事の仮囲いですかね。さあ信号が青になりました。タイミング良かったですね今。あ、そうですね、イムズの解体の仮囲いですね。防音パネルが設置されているところがもともとイムズがあった場所ですね。だいぶ解体されましたね。この調子であればあと1ヶ月も経たずに、まあ、解体終わるんじゃないでしょうか。地上部分に関してはあとは地下部分ですね、まあ、バックイ作業などがあると思うんで、
まあ、それに結構、まあ、地下のですね、構造物の解体に時間がかかるんじゃないかなと思っております。案外早いですね。イムズはよく行きましたね。野のぶどうっていう自然食を、まあ、コンセプトとした、まあ、レストランがあったんですけども、そこにもよく行きましたし、最上階の、まあ、展望施設にもよく行きましたね。あの吹き抜け構造はなかなかバブル期に建てられたんだろうなっていう建物でしたね。まあ寂しいです。さあこちらが、福ビル街区の建て替えプロジェクトになります。福岡ビルと、天神コア、そして、ビブレがあった場所ですね、こちらの3棟のビルが建て替わって1棟の大きなビルになります。そのために今、建築工事を進めております。タワークレーンが1機、2機、3機、4機、設置されております。かっこいいですね。いいですね。操縦席があるタイプのタワークレーンはめちゃくちゃかっこいいですよね。この赤と白っていうのもすごく魅力的なデザインでございます。なんというか味わい深いですね。で、真正面の三菱 UFJ 銀行のガラスパネルに映るタワークレーンも、これまた味わい深いですね。ということで建築工事が進んでおります。で、あちらの区画についても今解体工事が進んでおります。ジュンク堂書店などが入る、名前すいませんちょっとド忘れしました、 MMT ビルですかね、そちらが、あった場所、そして今解体されているのが薬局等が入ってたいわゆる雑居ビルですね。そして、この雑居ビルのお横、まだ解体されてると思うんですけども、福岡市役所の北別館があった場所ですね、こちらも解体をされております。こちらの区画に関しては、まあ、こちらの目の前に見えます天神ビジネスセンターとおそらく同様のデザイナー設計監修のもと、同じようなデザインのビルが建つことが福岡地所から発表されております。正直同じようなデザインで同じくらいの高さの建物が建ってしまうと、この2つのビルが1つのビルに見えてしまって、なんかあんまり1つの、まあ2つの開発みたいに見えなくなるっていうことがちょっと心配事としてはありますね。大丈夫なのかなっていう。前田建設工業ですね。朝日工務店ってあのジブの朝日工務店ですかね、わからないですけど、ここのプロジェクトに関しても
まあ、天神ビッグバン、天神ビジネスセンターで請け負った前田建設工業がもしかしたら受注するかもしれないですね。まあ、この天神ビジネスセンタービルを請け負ったのが前田建設工業となります。いわゆる、まあ、準大手と言っていいんですかね。まあ、そういったゼネラルコントラクターになります。さあ、あちらにイムズがだいぶ低いですね。まあ、ということでですね、本日は、博多駅から、まあ、キャナルシーではなくて、串田神社前駅を通って、天神までお散歩しながら再開発の実況解説をしてまいりました。皆様は動画いかがでしたでしょうか。これからも、まあ、基本的にはもう散歩しながら再開発の実況解説、まあ、そういった動画を投稿してまいりますので、ぜひまだチャンネル登録がお済みではない方はチャンネル登録、そしてもうチャンネル登録してるよって方はですね、コメント欄へのコメントよろしくお願いいたします。中川隆一郎でした。ご視聴いただきありがとうございます。それではバイバイ。